先月、9月の実績が前年比10倍でしたとお伝えをしたんですが、まあ、予想通り地元市には一切報じられませんでした。まあそういうスタンスなんだろうなと思ってたんですが、一方でですね、大変興味深いんですが、10月29日1週間後ぐらいの中国新聞に、三原市のふるさと納税が <laughs> 9月3倍になったと。 という記事が載ってました。うち10倍ですよ。でも記事にならず、三原は3倍で記事になってます。で、さらに言えば、その中身です。大変申し訳ないんですが、秋高田市として、これじゃダメだよねと言った内容。要は、完成のカタログショッピングになってますよねと。そこに注力して成果が上がっているという記事でした。 一体中国新聞として、ふるさと納税を、税制をですね、どのように考えているのか。目先の小さな動きを褒めそらしている場合ではないんですよ。日本国というものは。国政に限らず、地方もその当事者なわけですから、地方主といえども、責任を持って、しっかりと謝税というものを打ち立てて、報道していくべきだと思います。えただ、この、バイラインの記事、 え、署名入りになってまして、川崎隆文さんでしょうか、隆史さんでしょうか。え、この方の名のために補足しておくと、え、11月に入って別の記事も書かれています。同じ見晴らしいなんですけども、今度はガバメントクラウドファンディングを始めたという報道です。で、この中では、詐欺島の振興等で、え、テーマを絞って、ふるさと納税を活用すると、 いう話があります先月の記者会見でもお伝えしましたがこういう本当に真にふるさとを応援するしてもらうこれがふるさと納税の本会なんだろうと思っていますちなみにこの詐欺島というのは私もお世話になった経験がありまして今年の夏ですがトライアスロンが開催されました三原市の岡田市長広島県の湯崎知事 で、私も参加したんですけども、一周10キロから、トライアスロンの、えー、スイム、バイク、ラン、それがまんべんなくできる非常にいい場所です。なので、ぜひともこの三原市のクラファンですね、佐木島を中心として、他にもあるそうです。ぜひこの動画、今何十万再生も回りますので、広島県の秋高田市だけでなく、三原市等々にも関心をお寄せいただければと思います。 4点目、最後です。そうした中国新聞社に対して、これまで秋田方市として、しっかりと向き合おうとしてきました。が、この後に及んでもなお中国新聞社として、逃げ回っていると言わざるを得ない状況です。何かといえば、記者会見でも言及しましたが、10月16日付で、4月の会見で出てきた、 市局長、編集局次長、その中で次長の発言がおかしいんじゃないかと。問い合わせたところ、10月17日に回答があったと。ただその回答の署名が、株式会社中国新聞社で止まってます。一体誰の見解なのかと。社長であれば、社長と書くべきだと。なので社長なんですかと問い合わせをしました。 10月25日ですが今日現在まだ回答が返ってきていませんなぜこのような簡単な質問に即答できないのかいよいよもって中国新聞社のガバナンスが危ういと感じています社長名で出せない社長名だと言えないということは社長の 決裁を経てない見解を中国新聞社名で出したということでしょうか。それでも会社の話なので飽きた方として構わないんですが、では誰がこのような見解を出したのか。最初問い合わせたのは、総務局読者広報部長ですね、黒上博士さんでしょうか。黒上。 黒いに神様の神ですね。という方なんですけども、この方の見解なのか、それとも編集局なのか、はたまた編集局次長本人の考えなのか、わかりません。非常にぶしつけですし、無責任な対応だと思いますので、引き続き中国新聞社に対して問い合わせをしていきたいと考えています。